Urala Channel. Hello, my friend. Welcome, Urala Channel. I hope you are doing well. Yes, you are good. Yes, you are good. Nanka. Yappari. やります。耳かきと雑談で、本当は、あ、ちょっと待って、ダメダメダメ、やっぱり、これでこの方がいいや。で、耳かきと雑談は半年ぐらいはまたやらないでおこうかななんて思ってたんだけど、最近ね、コミュニティの方に、自分が思ったこと、例えば散歩中だとか、いろいろ移動中に自分が感じたこと、ちょっとした心理学的なものというのを、言語変換、あ、めんどくさい言い方だね、言葉にして、メモを、言葉のメモのような形で、ちょっとアウトプットさせていただいてるんですけど、この喋り方もちょっと硬いな。だよね、耳かきと雑談で硬すぎるよね。その言葉のメモをさ、日記っていう感じかな。それでね、そのコミュニティに、パターニング、耳かきやるよ。その一つの習慣性っていうさ、パターニングパターンをね、パターン認識の話をちょっと、話した時に、その、コミュニティに書き込んだ時に返信があって、で、その習慣性の話の中に、私のダイエットと同じだ。で、さささって書かれてて、ダイエット頑張らなきゃっていう話があって、うまみの馬さん、女性か男性か年齢とかは不明なんだけど、その僕のコミュニティの言葉を読んでくれて、もう一回頑張ろうって思ってくれた。そしたらね、頑張りっていうのは、楽しめる、夢中になって、でもどこか冷静な部分があって楽しめる、そういう頑張りを習慣にしてみてください。長かったね、前置き。耳がきしようか。綺麗な耳になるようにね。そうそう、動画の中のコメントでさ、いろんな質問があってさ、コメントを答えられない時もあるんだけど、
ンスをどこで習ったんですかっていう質問がいくつかあったんだけど、それに対してちゃんと答えてなかったんだけどさ、その昔ストリートで踊ってたっていう話はしたんだけど、であとグループもちょっと作ってたっていう話もしたんだけど、そのダンスと出会ったきっかけっていうのは、結論から言うと、一番最初にダンスの基礎っていうのを学んだのが、TRF のサムさん。俺二十歳ぐらいだったかな。インディーズのバンドをやりながら、でちょこちょこっと、役者もどきなことをやらせていただきながら、トラックの運転手をしたり、配管工のアルバイトをしたり、ちょっといろんなことをやってた時期に、友達にね、ディスコって若い子はわかるかな。最近ダンシングヒーローとか流行ってるから、ディスコっていうのも聞いたことあるかな。そのダンスホールって言ってみたり、クラブって言ってみたり、そのいろんな形で踊る箱、踊る場所っていうのがね、ずっと引き継がれているけど、でダンスにその教わったのはその TRF のサムさん。サムさんもすんごい若かったからね、あの頃ね、血の気の多い人で。ダンスを知ってダンスに魅力を感じたのは、友達にね、そのディスコに行こうって誘われて、でそのバンドとかやっててすごい忙しかったから、そんなナンパなところで遊ぶの嫌だよとか思ってたんだけど、とりあえずその横浜のディスコ、俺その当時は横浜に住んでたんで、横浜のディスコに、付き合いで行った時に、ロックダンスを初めて見たんだよね。そのファンキーロックダンスとエレクトリックブギーで、ファンキーロックダンスっていうのは、例えばそのザ・ロックがあって、でポイントポイントポイントとか、あとそのスキッパーラビット、そういうのがあって、でそれすごい上手い人がいて、で、その人がその後にエレクトリックブギーっていうのは、例えばそのハンズウェーブだとか、ボディウェーブだとか、あとロボットダンスとかさ、でそういうのを見て、
あれ、かっこいいな。自分ができないのはちょっと悔しいな。どうしても覚えたいなと思って、そっから、無我夢中になって。それでね、そのダンスを見てさ、そっから最初はそのいろんな上手な人の動きを見て、練習してたんだけど。横浜のディスコにさ、TRF のサムさんが来て、踊ってる姿を見てね、あ、もうこれは教えてもらうしかない。で、TRF のそのサムさんのその周囲にエンジンができてて。ものすごい目立ってて、なんかちょっとだけ悔しいなみたいな感覚もあって、だけどその悔しさよりも教えてもらいたいっていう気持ちがあって、でたった一日ちょこっと教えてもらっただけで自分の中の動きが少し変わって、でもちろんそのプロみたいにいろいろ踊れるわけではないし、それでも自分が少しずつ納得いくような動きっていうのはできるようになってきて、で時間さえあればどこでもかしこでも踊ってた。4トントラックの運転手やってる時にそのいろんな現場に行って、荷物の手積み手下ろしやってる時も、これダンスだったらどういうふうに表現するかなとか。お蕎麦屋さんの出前やりながら器を下げに行く時、どっかのショーウィンドウに自分が映ってたら、出前用のバイク止めて、動きのダンスの動きの確認をショーウィンドウに映った自分に照らし合わせて、ああ来る日も来る日もそのどうやったらロボットダンスとかしっかりできるようになるのかなって。ただね、俺ずっと気功をやってたから、そのダンスをやる時のその体幹だとかの訓練っていうのはちょっとね、ダンスと微妙に違うところがあって、俺の動きでちょっと気功が混ざっちゃってるんだよね それも個性だよねっていうことで自分では納得してます。でそんなにね、そうそうそう、それでね、
ダンスにものすごくハマりすぎて、で今のかみさんね、その彼女、その当時彼女ね、付き合ってる時に俺全然気づかなかったんだけど、どこでもかしこでも歩いてても踊ってるから腕組めないよって言われて、そう一緒にどっか行ってもなんかあちこちですぐ動き出しちゃうから、腕組めないじゃんみたいな感じでさ言われて、ああしまったなんていうこともあって、でそのぐらいダンスにのめり込んでて、本牧の横浜本牧のリンディっていうディスコがあって、その当時結構お忍びで吉川晃司さんとかマッチとか近藤真彦さんとか、あと山下久美子さんとか積木美帆さんとか、しょっちゅうその鍋プロの人たちが基本的には多かったのかな、渡辺プロダクションの人たちが結構お忍びで来てたりして、でそこで俺もだいぶダンスができるようになって VIP ルームに案内してもらってたのね。その本牧のリンディでしょっちゅう踊りの練習をしてて、ですごい活かした黒人ダンサーの人がいて、で当時やっぱりそのエレクトリックブギーでもザ・ロックでもブレイクダンスでもやっぱ常にそのダンスバトルっていうのがちょっと基本形みたいになってて、で俺自身もダンスするのは、バトルするのが当然みたいな感じで、でその生かした黒人ダンサーがダンスしてる時によし行けるかなと思って、俺もバトルしてやろうと思って、でそのホールの中ステージの中に入ってったのね。で「どうだ」みたいな「どうだ」みたいな感じで、じゃあバトル始めるぞみたいな感じでさ、でその時にその黒人ダンサーがものすごい笑顔で俺の目を見るのね。で一言言ってくれたの。ここでも君はバトルがしたいんですかって。でその時になんか自分の心の中で「ああそうだよ、バトルしたいんだよ」というふうにはなんなくて、なんか自分勝手に熱くなりすぎてた。好きで始めたダンスなのに、ダンスに苦しんで、ダンスに潰されそうになってたんだって思ってさ。あまりにも無理してそのダンス練習しすぎて、で実は左足の靭帯を何本か切っちゃってね、あちょっと痛々しいねその話ね。でその熱くなりすぎてたのを冷静にしてくれたのが、その名前は分かんなかったんだけど、その黒人ダンサーでさ、で俺がその時は20歳か21で、その多分黒人ダンサーの人は25歳って言ってたかな、年上で。英語の発音を直してもらったりとかさ でも全然ほら耳でちょっと聞いただけで「ヘイクラッピンヘンヘイクラッピンヘン」とか言ってたらさ、笑いながら「クラップスクラップス
Hey, claps a hand. Come on, hey, claps a hand. こういうふうになんか教わったりとか。本木の倫理は自分にとって、とてもいい思い出が多くて、もちろんね、今はないけれども。同年代ぐらいの人だったら結構知ってると思うんだけど、風見慎吾さんが涙のテイカチャンスっていうやつで、ブレイクダンスやってて、そのバックで踊ってた人たちがビーボップクルーっていうんだけど、でそのビーボップクルーの一人がリンディで店員さんやってて、でその人のダンスも見せてもらって、ものすごい勉強になってさ。ね、好きで始めたダンスを苦しみながら続けていて、でその苦しい中でももちろん楽しいで、楽しくて苦しくて、だけどその心が潰れそうになった時に、その黒人ダンサーの友人から、ここでもバトルするの？って言われて、ものすごく冷静になれて、何かに追われるような感じではなくて、日々体の動きを楽しめるようなダンスに変わってって、で俺は本当にプロにはなるつもり全然なかったし、で、自分の中で楽しめればもうそれで全然 OK かなって思ってたんで、そんな感じの習慣に変わって、何かに取りつかれたような感じではなくなった。でそれはコミュニティに書いたように、例えばこのダンスの話がダイエットだったら、ダイエットをね、始めて2日3日で諦めちゃう人もいるだろうし、しばらく続けたのにちょっとリバウンドしちゃったらもう嫌だって言って、自分自身で嫌な理由っていうのを、そのやらなくていいっていう理由をいくつもいくつもいくつも見つけて、結局やめてしまうっていうことが多いじゃない。多いじゃないっていう言い方は語弊があると思うんだけど、結構経験した人いると思うんだよね。俺も何回か経験したから。で、そういう仲間に、メッセージとして残しておきたいんだよね。頑張りを静かに楽しんでいこうって。でそれが習慣になったらもう頑張るとか、そんなね、例えばだって毎朝顔を洗ってる人が顔を洗うのに頑張ったりしないよね。 でそれは単純だって、それはまるっきり意味合いが違うでしょって言ってくる人もいるんだけど、いや、それはかなり同じような情報源で、例えばビル・ゲイツがいくつもいくつも会社を設立してるよね。でじゃあ20社目ぐらい立ち上げる時、ものすごい大変だったと思う。
多分ビル・ゲイツにとってはもう鼻くそほじくるようなペースで会社を立ち上げる。一番最初が一番大変なんだけど、そっから何回も何回も繰り返していけばやがては習慣になるから、もうそんなに苦しいものではないんだよね。で、それが自分にとって良い習慣だったら変える必要ないし、で、ね、自分にとって悪い方向に行こうと思ったら、その変えない理由っていうのがバンバン連想されてくるから、それを基本的にはオートパイロットっていうんだけど、自動的にね、自動操縦で、それが悪い習慣の方だから苦しくて変化を起こしたい。だ、今自分が太ってるからちょっと嫌だからダイエットしたい、健康が気になるからダイエットしたいって言ってるけど、そのなかなか変えられない。そこには習慣性の問題があった。脳っていうのは、脳みそっていうのは習慣にしちゃうことが好きだから、新しいことをやるのをあんまり好きじゃないんだよね、人の脳ってね。だからこんなにもう恐ろしいほどに自己啓発の本が出てたりだとかさ、脳科学の本が出てたりしても、その習慣っていうのをなかなか変えられないわけでしょ。何でも一気にやろうとせずに気長にコツコツ、これ本当に最短の近道だから。だからこれからそのダンス練習する人も、一気にいろんなことを覚えようとすると頭の中でものすごく複雑になっちゃうから、基礎から少しずつ少しずつ覚えていくと、そのいろんなテクニックを組み合わせていけば一つのダンスになるし、オリジナルな動きで、団体で動くときは、やっぱり個性を殺してね、みんなで一つになるっていう、これもまた素晴らしいんだけど、フリーのダンスをするんだったら、やっぱり自分の個性的なもの、上手下手とかあんまし関係なく、あんま考えないで、個性を出していくって結構面白いかもしれない。なんか今日はあれだね、話の方が多くなっちゃった。また喋りすぎた。喋りすぎたけど、耳はめちゃくちゃ綺麗になったよ。でね、この話を、耳かきと雑談にしたのは、やっぱりコミュニティの中で耳かきと雑談待ってますって、その俺のそのブログみたいな、独り言みたいな、問いかけみたいな、その言葉に対して自分自身を反映してくれて、最後に耳かきと雑談待ってますって言われたら、さすがに 半年間も空ける気にはなれなかったので、で、耳かきと雑談やっぱり喜んでくれてる人が本当にいるんで、ありがたいから、また、定期的ではないですけど不定期でやっていきますね。その時もまた付き合ってね。ちょっと喋りすぎたから、だんだんね、声が。というわけで、そろそろ両耳行こうか。
ちり。今日も来てくれて本当にありがとう。あなたの人生が笑顔の多い人生でありますように。Thank you, my friend. See you again. Sweet dreams. Yes. Yes, I am good. Yes, we are good. おやすみなさい。良い夢を。